株式会社ドリームゲートのブースにやってまいりました。お話伺うのは秋葉さんです。こんにちは。ドリームゲートの秋葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドリームゲートの中ではいろんなものを扱ってると思うんですが、はい、この時間何を紹介していただきますかそうですね。えっ、ー、と、今日この時間はですね、はい、スノーボードの方をご説明させてもらいたいと思います。はいえー、まず最初にこちらですね、うんえー、ベーカリースノーボード、うん、ドイツの方のブランドなんですけれども、 すべ、えー、てハンドメイドで作ってます。ええー。そうです。すべてハンドメイドで、ええー、なのでデザインもちょっと奇抜なのが割と多い。日本ではなかなかないような種類が多いです。ハンドメイドなんですね。そうですね。で、今年の一押しが一応こちらですね。はい。ちょっとスーパーマリオみたいな。うん。懐かしいような感じを。そうですね。感じを。ブロックな感じで。はい。形状ハイブリッドキャンバーになっていて、まあ誰でも乗りやすいような作りになってますね。うん。ソールも結構。 派手な感じで。で、ね、はい。ええー、かわ、でも派手ですけど、可愛いですね。そうですよね。ポップな感じで。うんうん、まあ、みんなに愛してもらえるような板になるかなと思います。そして文字もう一枚あるんですよね。はい、えっ、ー、と、レディースボードになりますが、<ー>こちら、だいぶ派手ですよね。派手全面ヒョウ柄っていう感じで。これ、裏側もヒョウ柄です。すべ<しょ> <laughs> てヒョウ柄になるんです。すごい。そう、ここまでは、まあ 飛び抜けてる、うん、なんか奇抜な板ってなかなかないと思うので、うん、まあ世界的に今、ヒョウ柄人気っていうことで、はい、はい、おすすめしていきたいと思います。いや、これ、持ってる女の子、目立ちますね。かなり目立つと思いますね。すよねはい。うわ、おすすめです、はい。こちらおすすめです。はい。ですいません、ちょっと隣で。隣で。そうあの、広いブースなんで、ちょっとお隣行かせていただきます。す お隣ではこちらですね、テンプルトンアウターウェアというブランドになります。こちらもドイツのブランドなんですけれども、はい、えとアウターウェア中心で、今年はおすすめしていきたいなと思います。うん、アウターのシェルがかなり薄くて、着心地が軽くて、楽に着れますね。うん、こちら、この薄さでも耐水圧2万5000ミリしっかりあるので、はい、安心して着てもらえます。中のビブパンなななんかもかもりおしゃれな感じ 作られてますねこの大きいロゴこのパチが一応テンプルトンノーザンアルプスっていう意味でかなり迫力ある作りになっています、ね。ドイツって感じそうですね,ね。っやっぱおしゃれだな素敵ですね。はい、うんおしゃれおしゃれ。こんな感じのこっちも最近人気のプルオーバー上からかぶるタイプですね。若い子なんかに今かなり人気だと思います。柄ととしてもちょっと上下いいですね、まあ 柄すごいですよね。いいですね、はい。日本じゃなかなかないかな。<laughs> やっぱドイツ。そうですね、うんおしゃれ。ちょっとやっぱ人と違ったのとか、はい、ね、目立ち、次はいいですよね。間違いなく目立ちますね。ですね、はい、これね。これも、おすすめでございまーす、はい。テンプルとアウターウェアですね。はい、そして。そして、今年から。そうなんですよ。 こちらのビンディングですね。クルービンディングっていうビンディングになります。うんえー、最近話題の、えー、ワンタッチで取り付けできるタイプのビンディングになりますね。はい。一回目最初使うときは普通に足入れてもらって、うん。そう、最初は普通に皆さん一緒に同じですね。大体この辺はね。そうですね。普通に入れてもらいます。ます脱ぎはぎがハイバックの後ろ上げてもらうと取れる状態になりますね。す ここだそうですね。ここのレバーがついてます。ここすね、履くときも履くときは、つま先しっかり入れてもらって、<S S 足踏んだら、もうこれで止まってますね。うわぁ、これいいですね。はい。え、ちょっといいですか私は。大丈夫です、大丈夫です。結構しっかり引いて。ぐっ、うん、とやった<上>こ。こっちの方かなそうです。結構しっかり引いて、上に引っ張ってもらう感じ。あー、本当だ。そうですね。わーこれはいい。ぐああはい。<laughs> これだとね、リフト乗り降り、そう、楽ですね。ワンタッチでできるので、最近やっぱ流行ってますからね、ステップなんちゃら。ステップなんちゃら。このブランドが、クルービンディングですね。こちらも扱ってこちらもやってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。できました、ボード、そしてウェア。こちらのブランドはボードもあったりもするんですすね。ボードも出したりするので、ぜひチェックいただきたいと思います。 こちらもおすすめですおすすめしております、はい、ぜひぜひよろしくお願いします秋葉さんこの時間ありがとうございましたありがとうございましたドリームゲートのブースにやってまいりましたお話伺うのはつむらさんですよろしくお願いします はい、よろしくお願いします。ドリームゲット、ドリームゲット津村です。はい、お願いいたします。いきなり噛んじゃいました。昨日、大丈夫ですよ。<laughs> 生中継でお届けしていきます。はい、いますはい、昨日はですね、えー、お隣の方をご紹介いただいたんですが、あ、おとといですね。あ、おとといになりますか、はい、そうですね。はい、はい、今日は、スキーの方ということで、津村、ね、さんにご紹介いただきたいんですが、はい。ご紹介いただくブランドは何になりますかえー、ポーランドのマジェスティ。 というブランドで、まあフリースキーカンパニーになって、もうメインはドメインはやっぱスキーなんですけど、小物類もいくつか取り揃えてますんで、手広くやってます。やっている。はい。コンセプトか何かあるんですか？コンセプト。うん、なんかこう。コンセプト。わかんないですけど。えっとまあスキーイングリーディファインなんて、えっとキャッチコピーがあるんですけど、僕この意味わかんないんで。 まあなんかかっこいいスキーですかっこいいですよね。はい。でもね、見ててね。はい。はい。立ち上がったのはいつぐらい日本で取り扱いとか日本での取り扱いがおおよそ7年前ぐらいからですね。うんうん、で、うん、ここの展示会さん出させていただいて。 3年目になります。年目になりますじゃあもうあの来てらっしゃる方おなじみになってきてると思いますねそうですね、だんだんこう周知はしてくれるようになってきてますね。うんうんうん、じゃあその中でいっぱい今日もね、たくさん板、後ろにも並んでいるんですけれども、はい、ご用意いただいたおすすめの板、ご紹介いただいてもよろしいですかはい、はい、えーっとそうですね。えー、っとうちいわゆるフリースキーカンパニーになるので、うん、いわゆるゲレンデ用のスキーっていうのはなくて、えー、っとまあ、 それぞれカテゴリーがメインになるもの4つ並べさせていただいてまして、はいうん、えっとこっちがパークの板になります。パークの板。1>, 1本ずつの方がいいですかね。うん、一応まあパウダー、リゾート、ツアーみたいになるんですけど、うん、えっとこれがパークの板ですね。うん、でこの板がちょっと僕的には一番今年推しになるスキーになりまして、はいはい、えっとダーティービアプロっていう名前になってまあ典型的なパークスキー。 になるんですけれども、うん、えと日本のアドバイザーとして、えー、携わってもらってる藤田サイモンっていうのがいるんですけど、うん、まあ彼と津田健太郎、まあ、うちの会社にすごくなじみが深い、はい、えとに日本のフリースキーシーンで一番有名な二人になると思うんですけど<ー>まあ彼らがアドバイザリーとして、えー、こんな板があったらいいなっていうのをーうポーランドの方に。 リクエストをして作ってもらったスキーになりますね,で,すねで、これがぶっつけ本番で作ってもらったスキーなんですが、はいはい、えっと、本人たちもかなり心配してたんですがえっ、ー、と、今期は初め一発目乗ってもらったらだいぶいいよっていう話でよかったですよかったですねそれが口コミでも広がってくれて結構へぇ売れてるスキーになりますな,なりますはい、はい、ありがとうございますはいそうし。じゃあすごくもう本当に評判 口コミ柄入ってもう、はい、バカ売れしちゃうよっていう、ね、売れてますね、はい、板ですね、はいはい、じゃあ次行きましょうかはいでこちらがパウダースキーの一番代表的な、はい、えっとバンガードバンガードはいウエスト118ありまして <laughs> えっとかなり幅広でトップテルロッカー入ってますんで、うんうん パウダーでもかなりさばきがしやすくて楽しめるよって好きでこの手のスキーだとやっぱちょっとやっぱ幅もあるんで重たかったりとかするモデルも多いんですけどこれあの非常に軽量な新材を使ってますので非常に軽量になっていてさばきもしやすいしで足元にえっと特殊な素材が1枚入ってくれてるおかげでかなり あのこんだけ軽いんですけど硬めにできてますんで、うん、安定感もすごくありますよっていう形になってます軽くても安定感ある硬めにできてるよっていう、はい、そうですね板ですはいそして これが一応カテゴリー的なリゾートラインっていうラインナップになって、うんまあ、ゲレンデをメインに、まあ、山一つを全部で楽しめますよっていうスキーになってくるんですけど、まあ、それが何本かあるんですけどマジェティのもう一つ特徴でレディースのデザインが結構可愛いんですよね、うん、なので、まあ、ちょっとここ,のレここにはレディースのライン並べてますアドベンチャーウーマンっていうモデルになります。 へえ。結構軽さも、ここも軽くって。軽い。はい。しっかりして。いいですね。お似合いです。ありがとうございます。気を使っていただいてありがとうございます。ちなみになんですけど、まあレディースだから聞いていいでしょうか。お値段おいくらぐらいなんでしょうか。ごめんなさい、値段いってなかった。えっと、そこが、うん。いくらだったっけ ?7 万5千円です。ああ、ほんとですか。はい。で、ちなみに、ここも7万5千円。はい。 で、ここちょっといい商品なんで、うん、えっと、11万円。11万円。になります。うん、7万円台。ね、7万5千円。万千円。そし、うん、きました。はい。はい。で、ここが、えっ、ー、と、まあ、本国では一番売りにしてほしい商品になってます。えっと、ツアー用のスキーですね。で、まあ、さっきから散々軽さ軽さって言ってますけど、もうさらに飛び抜けて軽いモデル、ねえー。あ、ほんとだですね。<laughs> はい。びっくりしました。はい。え こんなに軽い。そうなんですよ。で、ここも先ほど言った、えっと、特殊な素材、なんかテクソライトだかなんだかって素材が、ここ入ってますんで、<laughs> はい、あの軽いんだけど、しっかりとしたえー、っと乗り心地も味わえて、えーえっと、長距離のツアーリングにも対応できるモデル、うん。びっくりするぐらい軽かったです。はい、はあ、じゃあ、これは、だからそのお値段も これは11万円。いい <laughs> 11万円。はい。いいですねしますはい。この辺が7万5千円。11万円、11万円。はい。ぐらいですね。ですね。はい。いいですね。デザインもかっこいいですね。そうなんですよ。おしゃれです。おしゃれですね。はい、乗ってるとちょっと目立ちますね。そうなんですよ。結構各地であのー、見かけたっていうふうにお客様から声がけいただいたりとかで、うん結構やっぱ目立つみたいですね。ですね。ちょっと傾向もいいですしね。目立ちます。はい。はい はいそしてこ,こ,にあでこれがちょっとまあ限定品になるんで<う>まあちなみのちなみになんですけどち,ち,ちょっとこれも先ほどの話じゃないですけど、はい、日本の限定商品として作らさせていただいたレース用のモデルになっていて、うん、えっとこれ実際あのかなり。 乗り心地は良くてタイムが出せるスキーになってるんですけど、まあちょっとこう日本からリクエスト作って、して作ったんでデザインもこんな感じになってですね。まあまあこんなのも作れる機敏性もありますよみたいな感じになりますね。レース用のもあってツアー用もあってリゾートとあとパーク用とか。そうですね。あとパウダーとか。そうですね。大体ある。大体あります。ね。全部揃っちゃう。用途によって選べる。そうですね。 すごいな、はい、そしてあとで、うん、ご紹介いただけれまだありそうなんでえっと、ゴーグルはいお願いしますうちのもう一つのりごめんなさいマイクお願いしていいですかはいえっとゴーグルが、えー、っとマグネット式でこんな感じで取れるやつですねで、まあ、これはよくあるっちゃあると思うんですけど、はいはい、これが2万前半でいけるやつなんで、うんうん かななりお買い得になってますでこの最初についてるレンズって結構黒くって使いづらいやつ多いんで、はい、日本人向けじゃないんでで、はいはい、こんな感じの、はい、こんな感じの薄いやつご用意してますんでこれスペアでつくような形になっていて組み合わせいくつかあるんですけど、はい、えっと薄いもの必ずセットでついてますんでついてくるんですか、はい、セットで。日本人薄いのがいいらしいんでこういうのがセットで組める。 感じになってます。なるほど。セットで必ずついていて、二万円台の。そうですね。これで二万二千円ですかね。嬉しい。かなり安めにスーパーさん楽しめますもんね。この点は大体他社さん三万ぐらいしちゃうんで、超安くできてます。はい。セットでちょっと合わせてコーディネートもいろいろできるよってことですよね。他にもね、アパレルなどもありますもんね。そうなんです。アパレルもあったり、サングラスもあったり、一通り。 ストックもあったり揃うような形にはなってますんですね板もあのしっかりねバリエーションもありますしタイプもありますはい。そしてお安いゴーグルもありますちょっと気になる方はぜひチェックいただければと思いますはい津村さん PR 大丈夫ですか他に言いたいことありますか大丈夫です大丈夫ですか頑張りますわかりましたぜひねお問い合わせくださいドちょっと早めだったはい。大丈夫です大丈夫ですかドリームゲート 津村さんでした。ありがとうございました。はーい、ありがとうございまーす。あり,まーすありがとうございました。